皆さんこんにちは。今回はここスウェーデンのオークションで買った中古物件を引っ越し前にルームツアー、空っぽの状態を初めて見る私たちの反応と予想もしなかった大問題、中古で買う家のリアルをお見せします。動画の後半には愛犬2匹に初めて家をお披露目する様子もご覧いただけます。どうぞ最後までご覧ください。この日は7月1月、晴天の中私たちは今年4月にオークションで買った新居に向かうために車を走らせています。今鍵をもらったのでお家の方に向かっています。楽しみだねすごい。 Oh my goodness. 我が家に到着です。 Yeah. この家の内見に来たのは今年4月。あの頃はまだ雪が残っていて、今はすっかり夏になり雰囲気が全然違います。しかも前回は家具などがあって人が住んでいる状態での内見、つまり私たちはこの家が空っぽのところを一度も見たことがありません。ということで初めて見る空っぽのハウスツアー、一緒に行きたいと思います。エンプティー。玄関から入ったらそのままリビングが広がっています。そして反対側から見るとこんな感じ。多分ソファー置いてこっち側にテレビを置いて、テレビ台を置いてテレビ置くって感じかな。早速今日一番の悪いニュースなんですが、先月までキャットルームとして使われていたこのお部屋、プロの清掃の方に入ってもらった後もこの家で本当に生活できるのと思うほど猫のおしっこの匂いがこびりついていました。この床はペット用のウォータープルーフのものではあるらしいんですが、これだけ悪臭ということは完全に床の張り替えをしなきゃいけないかなと思っています。そしてそれだけではなく、この素敵な壁紙も多分匂いがついているので、もうこのお部屋丸ごと大改造をしなきゃいけないかなと思います。そしてそれを入居日に初めて気づくというのが結構最悪なんですが、もうこの家を買っちゃったからしょうがないということで、この予想もしなかった猫の匂い問題解決するために部屋を丸ごと大改造の予定です。あの窓が開かないのでどうやって換気するかちょっと微妙だね。 How to air circulate? There is circulation in the corner. I think what will have to happen is that you'll have to have the door open and the AC on.ドアはこんな感じで、あのガラス扉なので見えます。ちなみにこの部屋は私の仕事部屋として使うつもりです。1階にあるもう一つのお部屋はこちら。縦長の約6畳のお部屋で、こちらはゲストベッドルームとして使いたいと思います。何もない状態になって初めて気づいたんですが、1階の窓はどれも開閉ができない窓、多分値段が安いからこうなっているんですが、少しそれが残念だなと思いました。そして次はキッチン。なんもなー、広いね。 Yeah, it looks very big. レンガっぽい、触るとボコボコしたこの壁紙とガラスで仕切られたこの扉、緑のタイルも特徴的なこちらのキッチン。ちなみにこちらの床は家のほとんどの部屋で使われているラミネートフロアというもの。前のオーナーの方が全部張り替えてくれたんですが、設置が簡単で安価なのに丈夫ということで、北欧でとても人気な床の種類です。前の前のオーナーさんが IKEA のシステムキッチンに変えたみたいなんですが、オーブンと食洗機はスウェーデンの一般的なサイズより一回り小さいものでした。こういうのも内見の時はなんか人のものだから開けちゃいけないかなと思ったりで、把握できてなかった部分もとても多いなと少し反省しています。あ、そうそう、スウェーデンでは白物家電である冷蔵庫や冷凍庫、洗濯機や乾燥機、食洗機なども家を売る際に置いていくことが一般的なので、今置いてあるものは前のオーナーさんやその前のオーナーさんが設置してくれたもの。そしてお次はキッチンの目の前にあるバスルームです。
おいっぱいスコペットあります。There's a lot of space. There's a lot of space, isn't it? They used to have baths back here. Yeah, so that's what those things are in there. そう、バスタブが昔あって、今はないんですけど。初めて自分たちのウォーシングマシーンゲットです。いつもはね、予約してやってたからさ。What's that? Is the storage in the... Storage? What's this? This is probably for washing, right? Washing? Oh, right? Things we want to wash? Yeah. Oh, that's nice. I think so. Just throw it from there. That's cool. And it's pretty cool. Yeah. 次は2階へ向かいたいと思います。It does sound kind of scary, huh? 手すりがなくてちょっと怖いんですが、2階の方へご案内したいと思います。でもあそこに電気をつけて、セカンドリビングルーム、ファミリールームみたいな感じで使いたいなと思っています。じゃあマスターベッドルーム。マスターベッドルームはご覧の通り傾斜がついているので、家具をどう置くかがちょっと悩みどころではあるんですが、私たちのベッド以外にもいろんな家具が置けるかなと思っています。東向きの窓から見える景色はこちらです。森につながってます。そして家の裏側は動物が出ても OK なテラスになっています。そしてこの反対側のお部屋はヨハンの仕事部屋になる予定のお部屋です。この壁紙がとても特徴的で、見えるかな、キラキラしてるんですけど、一応もう手作りの棚がこうやって作ってあるので、これも活用していきたいと思ってます。窓、まあ、壊れてはないんですけど、すごい古いので、もしかしたら来年買えるかなと思っています。窓って多分どこでも高いと思うんですが、ここ北スウェーデンでは窓は三重のものが一般的なので、2階の窓を変えようとすると多分50万もしくは100万近くかかってしまうんじゃないかなと心配しています。でもとりあえず今年の冬はこの窓を使って生活したいと思います。こちらがバスルームです。2階のね、2階のバスルームは屋根に傾斜がついているので、洗面台の目の前に鏡がなかったり、トイレがちょっと変なところに置いてあったりっていうのはあるんですが、北スウェーデンのほとんどの家についているサウナ用の部屋がありました。ただしもうサウナはなくなっていて、以前のオーナーの方はここをメイクアップルームとして使っていました。シャワーがここにあります。内見に来た際に一番最初にリノベーションしようと考えていたところがこのシャワーです。それには2つ理由があって、まず1つ目は シャワーがこれ以上上に上がらないこと、そして2つ目はこれとかどう思う？ I think it takes up so much space. このガラスの仕切りだけだと床も濡れたり、冬は結構寒いんじゃないかなと思うので、ガラスドアがついたシャワーか何かに変えれたらなと思います。前回の内見動画でお見せできなかったこちらのお部屋、こちらのお部屋は何かというと、内見時は物がいっぱい置いてあって見れなかったんですが、家の傾斜を使って奥まで物置になっていました。ここにスーツケースとか大丈夫だね。でもそれをチェックしていると、No, but they bring it with them. Neighbor's sign. びっくりした。I thought the earthquake. この音が鳴り始めて家が揺れ始めたかなと思ったんです。もちろん地震ではなかったんですが、音が鳴った原因がこちら。 Wait, is this thing?It was some powerful かな?
見てみたらメーカーは富士通のエアコン。パワフルモードにしているとみんなこんな音鳴るんでしょうか。初めての新居でいろいろわからないことだらけ、結構てんやわんやです。あれから2日経って、今度はブライアンとジェマをこの新居に連れてきました。 Where are we? Come on. 私たちが家を買ってることなんて全く知らないこの2匹。さて、どんな反応をしてくれるのでしょうか。ヨハンの合図で2匹とも一斉に駆け出します。2匹ともとても興味津々、家の中をくまなく探検中です。ずっと楽しみにしていたあることを今からしようと思います。では呼びますよ。ジェマそう、やろうと思っていたのはドアトレーニング、もしくは境界線トレーニングです。こうやってね、お留守番中とかにキッチンに入ってほしくないので、ちゃんとキッチンと境界線を作りたいなと思っています。そして2匹に一番見せたかったこちらのテラスもお披露目です。ここは直接つながってるんですが、この金網が今ついてるので、こうやって自由に探検できます。ご覧の通り草がボーボーで全然整理できていないんですが、こちらも2匹が過ごしやすいように少し改造しようと思います。Did you find something, Brian? More grass seed, huh? ブライアンはこんな感じで階段を上ることができたんですが、Are you scared, Gemma? ジェマは怖くて登れなかったので、1回目は担いであげました。わあ、すごい、リビングルーム大きいね。ね、really? 私たちの家具がない状態なので、まさかここに引っ越してくるとは思ってないと思うんですが、2匹ともすごい嬉しそうで楽しそうだったのでよかったなと思いました。どう？家 You like it, Emma? You like it? Do you think dogs love it? Emma looks happy. Kind of confused what happened. What is this place? What is this place, huh? And no dog beds. No normal beds. And a scary staircase. Nah.ということで、空っぽのハウスツアー、これで以上になります。これから引っ越しやリフォームなどいろいろすることがあるので、まだまだ家関連の動画たくさん出したいと思います。そしていつもコメントや高評価ボタン本当にありがとうございます。リクエストがあればぜひコメント欄に書いていってください。ハウスオーナーハウスオーナーそれではまた次の動画でお会いしましょう。ヘイドー。